どうぞ、あの子どうぞ食べてください。本当持って帰ってもらんばいやけ、うん、重たかっても、本当に喧嘩してでも言いたいですよ。私はそんなに悪い人おらんやったですよ。こんなとはもうほら見たことないもんね。なかなかなかこのなんていうかね、今芸牢屋みたいなと見たことないですもん。まだそれでこの子供みたいなあれでしょ、うん、幼顔でしょ。こんな人おらんやつ。子供は釣りってきとらん、ね、よーこういうことかけるねと思うこと、ほんと作ってかけるんでね、うん、私たちが生まれて育った時はそういうことはもう絶対なかった。あの17号っていうとこの5階に住んでいたんですよ、まだ5年中ぐらいまで。その時母が弱かって、私が女で一番上でしたからね、朝からねお豆腐屋さんに行って並ばんば当たらんわけですね。食料が何もダッシュ大豆とかあんなとしかなかったっけ。朝鮮さんだけがダッシュ大豆とかいろいろ食べたんじゃないんです。私たちもねダッシュ大豆あれして本当下痢したりしてね、もうね本当にみんな痩せましたよ。私たちが子供頃、夕顔丸が長崎から6時ぐらい出て7時ぐらいに着くあの船でパンを運んできよったんです。それを並ぶとね、もうあの母は弱かったし、この人たちはまだ小さかった。私がいつもそれを並びに行って、それであの公正職のデッチさんが船着き場待っててリアカでこっち行って、それを並んどって順々に当たらない人が多かったですけどね。私早くから行って並んで、お豆腐も先こう取って待っとくんですよ。冬も寒いのにもこうやって待っとって、やっとパンが当たって、そしたらそのね、あのデッチさんがね、私ねいつも一つも開けてくれよったんです。まだ子供やったか、なんでなあのあれかなって思って父親に言うたら、そういやまあ冷やかしですから、あんたに気のあったたいて、うちはね四国ですから言葉は良かったんですね。でも小さい時からね、お父さんお母さんって言うたら、あの学校でお前たちは炭鉱に親は働きよって、みんな橋は父ちゃん母ちゃんでしたからね、お父さんお母さんって上品分なって言われて涙が出たんですよ。怒られ、あのいじめられて。見たら先生がそれを聞いとってね、親にね、あのお父さんお母さんって言うとは佐伯の旧姓佐伯ですから、佐伯の言うとが当たり前って、いやあのお前たちもお父さんお母さんって言わない。それからね、お父さんお母さんって狭い島ですからバーってなってね、今日私たちの頃はあの上日中親にこうね、そういうふうに言って、朝から学校に行ったら必ず教育直後、あの校長先生の朝礼の前にそういうような教育を受けて、もうそんな受けてるから朝鮮人の子供だから同級生だからって本当いじめたことないです。よく一緒に勉強して遊びよりましたもんね。家にも遊びに行ったり、ね、うちのも何人かおったけどさ、うん、普通の配給今度誰から誰までって、その中に朝鮮人も入っとりましたよね。 そうよ、うん、そしてあの一番覚えとったが、お前何問かって言って、ヤモハン、ハチモハンって言うとば、その頃ヤモハンって言うたとは今さら
名前を誰やったか忘れたけどね、尊敬しても同じようにしてくれとっとですよ。いやあそこの端間がね、鬼がおるみたいな言い方は間違いどころじゃなか、もうあんないいとこはなかった。いいとこやったですよね。ほんとお金はかからんしね、もう隣同士で、小林さん、醤油の中とさね、かさんね、ちょっとなかったらもう隣に行けば、はいどうぞって借りるし、足までもやっぱ私たち両親が早く亡くなったからね、皆さんによく助けていただいてね、近所の方兄たちがおったけど、おかげで働いて生活はまあどうにかやっていけたんですけど、母親はもう父親もいないから、私が母親代わりでね一生懸命やってきましたけど、やっぱり町内の方のおかげでね、こんな一人前になったと思います。そんなね、端間の人の言い方ばっかりが、なんでそういうねひどいことするですか、朝鮮の人にね。本当に友達でよく遊んだり、家にこそ、まあ、うちは何もないき、恥ずかしか恥ずかしかと お友達が言うもんですから、でもうちにはよく来て遊んだりですね、あの配給所も一緒に並んで喋ってですね、一緒に並んだりしてね、学校の休み時間に先生配給や結局行かせてくださいって、橋間ですから近いんですよ、学校と購買機で購買会の配達する、で休み時間に先生、あの今日は何々の小麦粉のね、はい、あのあれやから、あの行かしてくださいって、はい行かんねって先生たちも知ってるから、私が親がないちゅうことですね。で、あの佐伯ですから、佐伯さん早い行ってこんね、当たらんばいって言って、まあ当たるしこはあるんですけどね、やってもらったりして、それでもそれで、あの荷物持って一応家に行けば、うちその頃7階でしたから、まあ、父親を産みましたからね、で持って帰れば遅くなるから、小麦粉を下げて学校に行ったらね、じいさんでそのお友達が待っとってくれて、佐伯さんだらうちが持ってやるけんって言ってからね、そんなしてね、全然ね、本当朝鮮やけ日本やけ、そんな人たちたつもね帰ってよくしてもらったようなあれです。私たちもね、大人の人も、もうそれは子供同士も仲良かれば、大人の人もそんな差別してないと思いますよ。あの道具前に出られたあんなとこも、私たちは小さい時からおりますけど見たこともないし、普通の小さなあの、まあ、あの独身者の人が飲んで喧嘩したりした時は、そこのこうちょうど4畳半ぐらい、8畳ぐらいですか、牢屋があってそこに入れられとって、で子供をこの珍しいからこう覗きに行ったお巡りさんの、若いお巡りさんが長崎から出張してきていたんだけど、あんたたちも悪かことすれば入れるわいって言ってから驚かされて、怖かって言って逃げたりしてですね、そんなと見ましたけど、あんなにあの鉄こうね枠で組んだ牢屋みたいなところに入れられて、そういうところなんか全部どこを探しても分かりますけどないですよ。私たちもそんなして食べ物そんなして来たんですから、脱出大豆のあの油取ったカスのね、あのカチカチしたとこ茹でて茹でて炊いてね、んけね、みんなもう他の日本人が特別贅沢したちゅうことはないです。みんなそれ同じやったと思いますよ、端間にあの端間高島にねおった人もね、それはもう言えます、ほんと誰の前で。でも私たちも本当そんなしてきたよ、でも汚い話下痢したりしてね、本当学校も休んで、私死にかけたことがセキュリティあそこに出られてね、学校の先生が私が大きくなってでも、あの春江と言いますが、春江さんとはね、小さい時に学校にまだ行く頃にあの隔離に入れられたのね、伝染病の隔離に、面会謝絶ですよ、移ったらいかんけ、島はね小さい島ですから、ほいでね、あのかわいそかったねって、お母さんもおらんとにねって言って、その先生が泣いてくださったんで、小島先生って、あの保育園の園長先生、私たちがお世話になった保育園の園長先生、かわいそかったねって言って泣いてくださって、ほんとその先生のことは今でもね忘れられません。そしたらもう既得って確かなったんですよね、あの病院の部屋には入れられないんですよね。それでもお布団とかなんとかもちろん下痢ですけど、汚い話下痢ですから、むしろですよ、病院の床にむしろ敷いてね、
言ったら、あの部屋に入れないもんですからね、父親が窓からこう見て泣いてたんですよ。で、私も子供を心に、あ、父親が泣くぐらいで私も死ぬとかなって思ってね、もう部屋には入れられない、父親が窓から見て泣いて涙がこう流れてるのが見えたもんですから、私もね、もう本当まだ1年生か2年生やったです。ああ私死ぬとかなって、お父さんがあの人外で泣きよるからって思ったぐらいでですね。だけど日本人でも子供でも本当脱脂大豆してみんな入院したり下痢したりね、そんなしてきましたよ。だから私が今若い人たちに言いたいのは、食べ物を粗末にしなさんなってね。そしてあの息子の嫁、長男の嫁にも、自分の子供、まあ、私から見て孫で小さい時に残したらご飯をパーティーしてよったから、あらもう捨てなさんなって、残ったと私が食べっけんって、あんたたち食べ物不自由しとらんけんって、私たちはね本当食べるものなかって、脱脂大豆とかね、あんなもう大豆のカスを食べよったってよって、その時あんた子供の食べたと捨てなさんなって、私が食べるけんって言って、それからあの残ったらこう包んで持って帰る、捨てよりか分かりませんよ、それはね。おかりもあの私がもったいなかて、今の人はもう贅沢って食べ物何しても嫌なもん嫌で食べるしね、私たちは本当その辺に置いとれば毒でなかったら拾ってでも食べたい時代ですもんね、うん、本当一時あの母親が亡くなって、四国に、父が四国の人ですよ、で戦争がひどくなってちょっといい1年半ぐらい行って、父もすぐ慣れずに、百姓慣れず亡くなったもんですから、終戦になってすぐ引き上げてきましたけど、本当に山に行ってどんぐり食べられるものへ、シイの実どんぐり、川に行ったらヨモギ食べる、なんでもね、お米を少しくらいもらってもね、兄弟が、私と妹と妹4人でね、食べら足らないんですよ。とにかく言って、もう百姓もその辺ないしですね、分けてもらうお金もないし、まあ、たまに少しあった父が残したお金でな少しずつ分けてもらったりしてね、あの牛、橋まによって牛も見たことないんですね。見たら畑を、あの牛を引けば一日行けば麦を一生やるって言われたんで、それでも牛も見たこともないし引いたこともないと、その麦を一生欲しいために私が一番上でしたから、下にあの父も亡くなり、下に亡くなった妹と今の足立とこの頃亡くなった弟ね、3人4人が食べていかんわけ。牛も見たこともないと、その花面をね、こう輪のついたあれをこう引けて言うわけですよ。そしたらやだれがこう出るんですよ、見たことがねえと怖かったですよね。でこう縄をこう引いて、縄を引かれ、それで牛へ行こうかんとってひどかったもんけど、そのあっちのおじさんおばさんが花面は握れちゅうわって、やだれの出会いとは、いや恐ろしか怖かって言うたら、そしたらもうその右をやらんちゅうわけですよ、一生ね来ても何もならんやろって。花面は握って畑の広いところをずっと耕していけば麦を一生やる、そして翌日も続けたらお米を一生やるで してきたんですけど、ただもう食べ物に苦労してきてね、もう本当私たちが一番もう何にでも、もう着るものなんかもちろんないし、母親が割とあのいとこのお嬢さんで四国から父と逃げてきて着物を持ってたんですよ。それであのもんぺを作ったりね、あれして、それからもうね、せりとかなんとか、もよもぎなんか端まなんかないから食べたことないでしょ。でご飯の少しのおかゆさんに野菜を入れたら少しでも多くなるかなって思って、知らんもんけ、湯がかずに入れたら濁して食べられるわけですね。よもぎ苦いでしょ、あれ湯がいて入れてみようか、うん、そんなしてね、もう食べ物でも苦労してきたしね、もう親のおらんちゅうことはこんなにいじめやかるもんかなと思ってね、泣いてきて、それから終戦になって、兄たちも兵隊から橋もやられたと思ってるわけですよ、長崎がやられたから。で四国の方におじさんのとこにあの手紙が来て、それで四国に引き上げてきとるっていうことがあって、はあもう根源のとこに、兄たちも百姓したことないけ、橋間に行こうでって言って、もう道具はそのまま着るもんだけ、あの兄が持ってきた満州から持ってきたこう
なんていう大きなこうね肩からかける兵隊さんのあれに、まあ、犬も詰めて、私たちも端島から引き上げていったリュックに着るもんだけ詰めて、ね、妹たちももう本当に大きな船の底でこうやってして夜逃げ端島に行ったんですよ。道具はみんな置いて、そうしんとほら目立ったらね、またあれでもう何も家賃も何も払わず逃げるわけですからね。見てね、やっぱり今の人は幸せです、うん、本当。あの私たちもあの端島で小さい時から育ちました。あの同級生にも朝鮮の方がいらっしゃいましたけど、一度も朝鮮だから日本人だからと思ったことなく、お互いのうちに遊びに行ったり、うちにも遊びに来たり、皆さんそんな朝鮮の方をいじめたり移動したりということは絶対ありません。私たちも子供のから小さあのお友達兄弟みたいにね、あの皆さん仲良くしてきました。私も何十年と端島に住みましたけど、虐待したとかそういうことは絶対ありませんので、どうぞ皆さん仲良くしていきましょう。